Yes. 大阪の1日目の2公演終わりましたね。終わりました。お疲れ様で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 した。低い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 、すごく自由にねお話できるんだけど、これなんか今言いたいことみたいなない？今言いたいことですか、うん、今日のコンサートでもいいし。ああそう、ここ2人が12期より背が低い2人なんですよ。ああそうだね。そうそうだね。どうしましょう。いや別にどうしようとか思ってなかったんだけど。あ本当ですか。身長低いのは低いでさ、まあそうそうなんです。個性だと思ってるし、なんか低いんですよとか言っても別になんか無償ももうこれこの感じだと絶対いい方向にならないじゃないですか。小さいの嫌だ。嫌ではないです。だって小田ちゃん、小田ちゃん、小田ちゃんあれなんですよ。最初の頃は私ちっちゃいの嫌なんですって言ってたんですね、小田ちゃん。でもなんか後々ヒールの靴とか履くのをやめたんですよ。背低いの嫌がってたのなんでやめたのって言ったら、やっぱファンの方に小さいって思ってもらった方がなんか可愛いから得じゃないですかみたいな。そんなこと言ってない、言ってたじゃん。で私がいたのはその雑誌の取材、なんか地方とかに行った時に雑誌の取材で小田さくらですって言った時、あ小さいんですねってよく言われるんですよ、うんうん、小さいってそれが印象になるから、うん、それでいいんじゃないかって、思ったより小さかった人っていう印象になるじゃないですか、うん、っていうことです。でも小さい方がやっぱ可愛いって思い始めてるでしょ。うん、思ってるでしょ。自分可愛いって思ってるでしょ。可愛い、自分可愛いとは思ってないですよ。石田さんも同類になりますよ、小さい。同類とか言うなや。以上以上、小田さくらでした。石田由美でした。バイ。はい、行こう。まーちゃんもさ、よくさ、わけわかんない、ちょっと待って、前髪がほかしい。まーちゃんもよくわかんない日本語とか喋るけど、まだみんな伝わってるよって言ってくれるじゃん。あそれマジ嬉しい。嬉しいよね。本当にありがたいですよね。そうだから、なんかその言葉が通じる、なんか言葉で通じてるんじゃなくて、きっとそれは気持ちが通じてるってことだから、ちゃんといいなって、みんなつながってるなって。ねえファンの皆さん、んここをやってみましょうよ。何？足りないものはさゆみが足りない。やりたくないですか？今言うっていうね。バイバイ。バイバイ。さゆみが足りない。